まあでも Q さんはねかなりあの人を寄せつけるというか、まあね、多分パーティーとかね、4人パーティーに1人おったら多分楽しいやつやろうなっていう。さあ感謝の 5C1万回白麺、まあポロピッチャー白麺 VS なんとアンソン・ハズマとのの試合で宗家ヒットになった瞬間に休養があったので帰りますっていうもうブレイブルー警察が動くような事案をやって、今グレーゾーン元へイエローカードが出ている。漆黒セリカ、さあこの組み合わせは割と前作はセリカ余裕でいけた、えやろ、うん、セリカ全然いける組み合わせなんですけど、今回ノックバックが増えて割と普通のキャラになっちゃったんで、まあどうなるかなって感じですね。さあこれは終わりの指導 D2 段目、なんとこの技補正が最高に緩いです。しかしここは状況重視で3200、 2C からの終わりの指導が入っていく。両方終わりの指導入れてクールに行くぞ展開。さあ4900結構出てんな。さあ癒したれ癒したれとボコボコにしていく。あれポロピッチョさんって宗家筆頭じゃなかったっけ。あーひどいコメント書く人がいますね。さあ 2D に対して 2B でカウンター取って、これはキャパシティがないのでかなり安いコンボになっちゃうけども、 6A 持続化するミスって、さあ怖い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 、これは8フレマイナスなので確定が白面多分 3C ぐらいかな。さあジャンディ 6B タイプを取っていく、素晴らしい。じゃあ、じゃあ逃げ。さあ 6B 中段からめくり上げと、さあこういう細かいダメージの取り方がかなりうまい。さあまるでうなジャンビ打ってきて、さあおお、そうですね、このセリカはあのタチ B とか BC 系統が人形属性なので当て身に取られてもセリカに当たらないというかなりピーキーな感じが。さあ漆黒、おっとバースト使ってセリカも、まあ、リバサの OD 逆タコしたいんですけども、白面相手には割とそれが難しいっていう。さあ大阪の入れ替わりは激しい、まあ大体主にフェンリッチとか木口雄さんとかなんかなんだろうな、なんか誰に負けたんフェンリッチ元で木口雄さんとか言ったら、あなんかしょうがないなっていうような、なんかそんな結論に落ち着いてしまうような人らが上にいるんで。さあ 2B タイプ素晴らしい。さあこれは痛いやつ、しかしバックファイヤー当てずに、これは状況重視ですね。ジャンビ 2B からの強化マルテフラン 6B タイプ、さあ密館野郎がここで出てくる。 6B3C から 6D、 さあここはダウン強制ダウンで置き攻め重視ですね。さあ2C タイプうますぎる、しかしコンボミスってしまったか。さあ痛いやつ運び込ん、さあ若干あれアルクグリエは当てたくないんですけど、さあ CD ガードして CD、 さあここで 2D に対して、まあ強化マルトブラン、マルトブラン、さあ CB 距離によっては拾えるんです。さあ漆黒セリカがまずは1回癒していく。さあポロピッチョはポロピッチョ&Q、 ポロピッチョ&Q、 なんてこの2人、うん、あるちゃうな、通常版マイナス8、強化は漆黒に疑惑マイナス3らしい。直画で立ち絵隠るぐらいちゃう、漆黒に疑惑ね。なんか割とみんな情報が出回っててなんかプラスになったりとか
そう、ゴリラじゃないかってね。え、マルトフラーンってやつ、危ないよってやつでしょ。うん、通常版はラグナの立ち火が確定するんでマイナス8以上、あーマイナス8以下、以下っていうかまあうん、マイナス8ぐらいだから悪面だったら 2A か 3C が確定するはず。当てる位置にもよるんじゃねえかなーっていうのもあるんですけど、どうなのやろね。さあ 3C カウンター 3C 癒しを癒して、感謝のゴーシー牽制1万回危なげなく取っていく。まあ、マルトフラーはあのガードポイントあるんですけど、下段というか足元せいにあのガードポイントないんで。え、知らん、どうなんやろね。あのなんかカーネージシザーやったらカウンターしたような気もするけど、あれはガーポが終わった時なんかもしれんし。さあリカバリーキャパがないのでなかなか思ったようにコンボができない。漆黒セリカしかそれでも3000弱は出るので、あーっと割れてしまった。さあ割とつながるやつ2687、そしてダメージは平均的。さあ CT がわーっと漆黒ハンマー、さあこの漆黒ハンマーかなりかなりかなり厄介な感じ。さあ 6D カウンター、これかなりよろけが長いので 6D カウンターしたら 6C で拾えるぐらいあるんですけども。さあ 2B タグ、おっと 6B 立っている。さあジャンシーガードして、そうですね、セリカはオーディがかなり回復するんであんまり やらせたくない。さあ2960、いい頃空いてないか。さあここはファジーで逃げ切って強化マルテ、さあいいダメージ出てるぞ。これは死んでしまう、ミリ残す。さあゴリラが、ゴリラが雄たけびを上げつつ何でもやりたい。そらそうなるよ。さあ強化マルトブラに対して 6D リバース、 6D でバカ野郎が殺しきっていく。椿のアンダンコンボ、あいやまあ白面、まあ同キャラ使いだからこそ分かるダメージの取り方。うんうん、なる。おわー、ジャイアンカウンター。さあ法人展開から恐れず立ち火重ねていく。今回のこのオーバードライブの読み合いが、まあ、今作の肝といっても過言ではないでしょう。エクシードアクセルを絡めたこのリバサの読み合い、これを制するものがやはりこのブレイブルー、クロノファンタズマじゃない、セントラルフィクション。さあオーディーバン、これ裏回って回復を選択。さあポーションあるぞ。じゃんえじゃんえカウンター、おお拾ってる、すげえ。アギだから惑星エンマ、さあダジビー空中カウンターからジャンディーがつながります。強化マルトブランからテーダージャンビージャンシー、さあバックファイヤーうますぎ 6D。 さあ強化マルトブラン、やるなら下段重ねるしかないんですけど、こっからダメージがクソ出るので、でさあ強化強化とはいえガードプライマーのついた、やっぱガードポイントか、ガードポイントのついた中段から5100、いやそれはまあブレイブルーかなりいいゲームになったという。さあダッシュして投げ、
ちょっと長い距離を走ることでゴミを潰していく。2位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 差し直下して、しかしこれは確定ミスってしまう。さあジャンディすらもなんかジャンディガードされた後のモーション、俺初めて見た。さあこれは確定、タッチビー指導から斬鉄タッチフィッシュ。さあエクシードアクセルで締めてロック結構出るな。さあマルトブラン 6C からジャンシー落として 6D ナジビー、これはしかもロックされないのでなんかもう安定してタッチビーを重ねるんですよね。あれ安定というか、まあ安心してタッチビーを重ねられるので、セリカで悪面やるとき結構まあ気持ちが楽というか、ラグナ使ってるときよりかかなり楽。まあ今作はコンボ画力はなんかちゃんとコンボルート選んでる人でしかできないんで。あとジャンシー投げてこれバーストを読んで、さあゴリラ2匹がリレージャンプしてるだけ。なるほど、バースト対策、まあバーストを読んだというよりかはバースト対策ですね。なるほど、ディレイジャンプ A がディレイジャンプ B。 ああ、まあセリカのジャンシーは先っぽの方まで神経通ってるんで、割と先っぽの方を重ねられてても対空では勝てる。そう、出てる出てる、イメージ的にラグナのタッチシーとかそんな感じ。さあここは 3C、おっと、さあ 3C またなんか投げが出ている。ジャンシー タッチ C からエクシーダッセル。さあ4354、しかし瀕死のセリカはうーん、おっと、さあお互いに若干距離をつかみかねてる感じ。 6A か 6B、 おお 6A 強だ、 6A 強だ。さあマルテブラン 2D 4C 読みかな。さあ強化マルテブラン 6C が出ていた、タチタチ 6B ジャンキャンからジャンシー確定っぽいマルトブラン。さあ中段、やはりこのガードの硬さ、やはりポロピ、あーさあしかし 3C を入れてるのでまあまあ減らないでしょう。あー CT 踏み潰して、あーウホウホアッパー、ゴリラアッパーからの四国2D、あーあーああああああダメよ、おお、ちゃんとやってよ、ちょっと。いやあれね、あれね、白面使いから見たらうわやばと思うけど、あれね割と練習したらできるよ、あれあれ割と練習すればできるよ。
あのラビキャンしてから結構猶予あるから、猶予っていうかもうほんまになんか見ててなんかあの画面一回止まったらうわーとかラビキャンすれば結構間に合う。あー補正を切っていくようになった。しかもコンボミスが目立つ。シャバいコンボでとヤジを飛ばしつつ空投げ決めてから、さあシャバい空投げ、シャバいってどう、なんかシャバいって結構意味あるじゃないですかあれわかんないわかんないけど使ってる漢字が使ってた。あ、なるほど。さあアンソンハザマというやはりアーチェラーのキーパーソンを倒して総計一投になった。そして一国釣りがやはりここは維持していってほしい。ブチャラティも言ってた、ブチャラティなんだっけ、イタリアだっけあいつ。さあ2へジャンビ、6へ6へ6へ、さあ6へ行こう、6へは全てを救う。しかしここはダーツイディ、ジャンビ裏落ち、ロケ強い、さあ中段1個も取っていない。さあ柳、さあ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 、まあセリカはラグナ一筋なんで、ああこいつ、さあ漆黒セリカなんか、ああ6位お前無敵ねえだろそれ。ああそうなんだ、早すぎて、早すぎてっていうか安定が下がる、なんかヘルズマンガみたいな感じだ。ああなるほど。さあ漆黒釣りか、若干荒れてきているか、正常の判断できているのかとても心配になるが、 6C からさあアンソンハザマが、あーっと6みたいか、素晴らしい。やばいよ、まあまあまあ、姉ありきのこの妹だからな。だって自分の、だってさ、腰までねえような、猫と結婚しちゃうようなやつだからな。自分の腰の位置あたりまで背のねえ猫、しかも親父声の、猫と結婚して、ここの絵とかいうひねくれた、娘を産んじゃうわけだからな。その姉あってその妹ありだよな。やはり黒き獣に発情しているという、さあ2匹いくしゃがみくらい、しかも誘惑したのナイン側っていう、ああ男前ってやばい。まああの世界のさ、基準はよくわかんないんで、獣人っていうのがそのもうデフォルトにある世界だったらさ、もう何も言えないんで、まあ、なるほどなとか思っちゃうわけですよね。まあ、詳しくはフェーズ1を、グレイブルーコンテニアムシフトじゃないわ、グレイブルーフェーズ1だっけっていうその小説が不死身ドラゴンブック書房から出ているらしいので、やはり気になる人はね、ぜひ買ってみるといいんじゃないですかね。僕は買ってみましたけど結構面白かったです。僕はラグナ君が好きなんで、なんかラグナ君、かっこいいラグナ君が見えて僕は良かったですね。さあ、ここへで狼が素晴らしいと言っている。やはり同キャラ同士、刻み、おー、なるほど。さあ、感謝の牽制ご、あー、確定。さあ、漆黒セリカが勝ち確になると Q3 がうるさくなるえ、ボーナスセリカ、6C じゃなかったかな、確か 6C だったっけど、ああ10兵衛の弟なんだっけ、三吉じゃないな、なんだっけ、テルミを初めて切ったやつですね。初めてじゃないかもしれないけど、テルミに人差し加えたやつ、え
三好はね、確か十兵衛のなんか昔の名前じゃなかったかな。うん、あっていうのもまあネタバレになるんであんまり言わないですけど、まあまあ気になる人はぜひ富士見処方ドラゴンボックスから出ている、ブレイブルーフェイズ1を、フェイズ0だっけ、フェイズ0だっけ、0だった気がする、フェイズ0を、まあ、買ってみてお読みください。さあジャニシラピキャンからなんか、あーさよなら、母親出ましたよ。あ、母親は、母親出てないんじゃないかな。まあ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 、さあこれで漆黒スリが2連勝ですかね。あ、お疲れ様です。2連勝かなってことは、3人、これさ3人3、3、あ、なるほど。さあこれで、ラウンド数というか勝ち数は並んでますね。あ、エクスブレイズの方で、なるほど。まあブレイブルワールド結構ね、外伝とかいろいろ出てるので気になる方はね、まあ、エクスブレイズ好きな人はナオトのアーケードモードを今回のアクト2のやつやってみたら結構はかどるんじゃないかなと思いますね。まあ、ここではちょっとネタバレになるんであんま言えないですけど、エクスブレイズ好きな方はまあやってみるといいんじゃないかな。西、西、投げ、はあ、6D、あー直下してが立つべかんくって、おっと、素晴らしい、当て身を見ている。さあ柳見てから投げをしたんですけど若干惜しかった。西ガンタからの2秒 D、 三鉄立ち、クールに決めるぜ、天外、まず前転取ってリミッター解除。さあここからがないんじゃない、セリが怖いぞ、くっそ回復するからなこいつ、えい、さあコンボミスって、いやー癒し。さあ 6B 中断、 6B 中断、2B、 おお、 23B めくりからの 6A6B、 タッチ、タッチ B 拾って、ジャーニー、ジャーニー、ジャーシー、さあギト落として、ジャーエン、ジャーエン、6B、 おわさあ回復、さあ、あーしかし若干またコンボミスってしまって、さあ強化フラン、これは4200コース、おっとこれは画面は CG、 さあ上級女子からの割れた、さあ西からマルテフラン 6C6B3C からビーム、さあ漆黒スリカ巻き返していく、あ、トモノリ、あ、ダメですダメですよ言ったら、ダメですよ言ったら、もう本当にちょっと編集でカットしてもらわないといけない。まあ、一応ネタバレなんでね、まあ、気になる方はやはりぜひね、富士見処方ドラゴンブックスから出ている、ブレイブルーフェイズゼロを、お呼びください。さあ、立ち D2 段目で止めて 6B。さあ、立ち D が持続というか、まあ、張りっぱなしじゃなかった。6B に C から。いいコンボ。2764。さあ、前転ケアしつつ、立ち D、2D かな ?2D に対して 2B でかかん。6C からジャンシー、つないで状況女子。6D 締めからのマルテフラン。しかし、これはスカ硬直かなり短い。CD、柳。さあ空投げ抜けている、かなりハイレベルな攻防が全て 2C によって台無しになり、クールに決めるぜ、極地奥義天外5712、天外と言いつつやはり、さあ中段から拾って、この差はでかいんじゃないか。さあ 6A からのラッピーキャンジャンビ、これは見えない、
さあ漆黒スリカなんとなんとなんとボロピッチャー白面に対して先にリーチをかけていく。エクスブレイズロストメモリーの方にセリカ9の母親がちらっと出てる。なるほど、まあ、僕はなんだろうな、ブラッドエッジエクスペリエンスの方のストーリーはちょっと気になりますけどね。ブラッドエッジエクスペリエンスのなんかそのストーリーっていうかそういう展開が結構気になりますけどね。まあまあまあどうなんでしょうね。白面はうんっていうのはネタバレになる。あーとそれネタバレですね、完全にネタバレですね。まあ最初は僕も驚いたもんですけどね、 CS かなんかの家庭用の白面ストーリーがかなり良かったですね。 CT やったかなあれ、あの白面が仮面を外してラグナに語りかけるっていうのがかなり素晴らしかったですね。詳しく気になる方はやはりブレイブルー、多分ね、カラムティトリガーの家庭用のストーリーやったと思うんですけど、そちらをさあ6ビータッチ B からの2C6C 繋いで、これかなり痛いぞ。アクティブフローも入った、俺も手伝うぜアクティブフロー。じゃんじゃん B 裏回って投げ、これ抜けている、なんで抜けるんだ、マシ。あーこれは強化フランから立ち入り全力でお願い、バーストもできない。実はその流されたジンの話、あーおっとっと流されたフォーフォーの話がブレイズブルーフェイズシフト3に、そうなんとそのなんか CT でなんかおなまになった人の話がなんとブレイブルーフェイズシフト3という、不死身ドラゴンブックスから出てる、なんか小説、駒尾先生が書いてる小説に出てるので、やはり気になる方は読んでいってください。いや読んでいて買ってみてください。まだかなり多分売ってると思うし、そうそうね、いやそういうのはね言葉に出しちゃいけないんだよそういうのは言葉に出しちゃいけないんだよ、ダメなんだよ。いやいやもうやはりあと危ない、あー酔ってる、すーげーうめえ。さあここはキャパシティ使い切って状況をゼガヒでも取っていく漆黒釣りか。さあ CD、 CD さあフェンリッチに連呼した段位下がったと、アンソンハートも文句を言いに来たが、ここはボロビッチ悪名、そんな文句にも通じずきっちりと殺し切っていく。そうアラクネがホニャララなのはちょっとネタバレなんで、さすがにそれはちょっと、そうアラクネは実はっていうのは、まあ、やはり気になる方はですね、ブレイブルーのコンティニアムシフトでの、ね、家庭用のストーリーモードをぜひ、まあ、今ならね結構安くあるんで、まあ多分ねもうちょっとしたらアークシステムワークスさんから、ソフトのシステムんなんか一斉セールみたいな感じでなんか500円ぐらいで売られてるんで、まあ、気になる方はそちらのダウンロード販売の方で買っていただけるとかなりいいんじゃないかなと思います。あーしかしさあなんか疑惑の判定があったか。さあこれは騎士、うおー騎士エンマを出さない。さあなかなかに熱い展開が続いているが、これで 4-4 ですねかなりさあ待っているボクサーラクネがかなり、あもう野次屋に走ってしまった。さあ無料には甘えないで、そうですね、まあ、中古で買うよりかは、まあ、ダウンロード販売で買ってくれた方がアークシステムワークスさんの方にお金が入りますので、まあ、できればですね、まあ、中古じゃなくてダウンロード版の方で買いましょう。
さあ、そうですね、アクト2ライチストーリーまだ見てないんですけども、まあ見たいですね。結構アラクネとライチの組み合わせ好きな人はなかなか、あ、エルモアさんがあーみたいな顔してる。悪いかも、悪いこと企んでるわ。え、アラクネライチ、いやもうもうハいやいや、もうやつはもうなんかね、すごい罪を犯してるからね、そろそろ裁かれてもいいと思う。今4対4。さあ、キム両の奇襲には甘えない。ダメージなし。 6B さあ若干高かった。もう着地まるでおらん。ブレイブルーがうまいぞ。 6B から 2B に進退してカウンターしている。さあ、これはアクティブフロー、俺も手伝うぞと聞いてしまったので、あとここバス入っていく。さあ、ちょっとポロペッチファクムに対してはかなり勝負をした感じのバーストでしたか。さあ、先にリーチをかけたのは漆黒セリカ。 2D6D から、これがかなり速い。立ち火 2B2C。 さあ、画面足から逃がして、さあ、漆黒セリカが猛威を振るって、さあ、仕込みバリガーを勝って、あと、ここはミスっていく。さあ、漆黒セリカ若干コンボミスが多いが、緊張している。やはり宗家筆頭という、このプレッシャー。この感じの段位がかなり重いのか。ダメージなし、落ちてきて、裏落ち。さあ、奇襲で潜ってからの投げ。今回の白面は投げから2520。結構出る。さあ、6D 暴れが見えた。まあ、6D は、5フレから足元無敵で、まあ、3フレから空中判定なんで、かなり、まあまあ、暴れに、暴れ、まあ投げ読みとかにも使っていい。あと、これはもうた、またもや、またもや奇襲からの無料エンマを出すか出さないか、そんな読み合いがあったような、なかったような。さあ、6B 対空から 2C 対空。グーレンがカウンター 2CA から 3C。 このダメージはかなりでかい。セリカの OD もまだ帰ってきてないので、今のうちに潰しておきたいが、さあ今のうちに潰して、ジャミー、グー投げ。さあ逃げを潰して、2リエからザンテス。さあ、ボロピッチ白目うるせえうるせえって言われてる。うるせえってうぜえさあ、5-4で、勝ったのは感謝の牽制越し。一回も見てないが、1万回振っているのか。さあ、癒すことができなかった漆黒スリカ、うなだれている。ダインは落ちなかったものの、うなだれている。